でこのようにロイドモードでは人に反送して人についていきます。スタッフに動きながら人を認識し、まあ、止まるとこのように動くと思います。そう、今はこれは人工知能が乗っかった知能ロボットの状態。そしてひとたびですね、さあどこかに行こうというとですね、この人工知能のロボットの状態から乗り物の状態に変形することができます。じゃあ変形します。これがライドモードと言われる乗り物のモードです。